赤史元次郎大正8年10月26日は、明治、大正期の日本の陸軍軍人。陸軍大正制三位、君位東高三級男爵。第七代台湾総督、福岡藩出身。夫人は久美子、五歳に黒田信子。福岡藩氏、赤史助九郎の次男として、源氏元年に福岡藩の大名町に生まれる。 陸軍幼年学校を経て、1883年12月25日、陸軍士官学校を卒業し、同日、不評勝位に任じられた。さらに1889年に陸軍大学校を卒業する。ドイツ留学、普通院主張、米西戦争のマニラ感染部官を経て、1901年にフランス公使官付陸軍部官となる。 1902年にロシア帝国公使館付陸軍部官に転任、後に首相となる田中義和陸軍部官から業務を引き継ぐ。当時からロシア国内の情報を収集し、ロシアの反政府分子との接触を試みる工作活動が行われていた。首都ペテルブルクのロシア公使館に着任後、日英同盟に基づいた情報協力により、 イギリス秘密情報部のスパイであるシドニー・ライリーと知り合い、友人となった。赤氏の依頼により、ライリーは1903年から建築用木材の貿易商に偽装して、戦略的要衝である旅順に移住し、材木会社を開業。ロシア軍司令部の信頼を得て、ロシア軍の動向に関する情報や、旅順要塞の図面などをイギリス及び日本にもたらしている。 明治37年、日露戦争が開戦する途中ロシア公使館は、中立国スウェーデンのストックホルムに移り、赤氏は以後この地を本拠として活動する。開戦直前の1月、参謀本部次長、小玉玄太郎は開戦後もロシア国内の状況を把握するため、赤氏に対し、ペテルブルク、モスクワ、オデッサに広島人の外国人を、情報提供者として2名ずつ配置する。 要指令電報を発した。さらに赤氏は日露海戦と同時に参謀本部直属のヨーロッパ駐在参謀という臨時職につきストックホルムに移った際にも小玉からお前を信じているぞという趣旨の激励の電報が届いた。赤氏はロシア支配下にある国や地域の反ロシア運動を支援し、またロシア国内の反政府勢力と連絡を取ってロシアを 内側から揺さぶるため、様々な人物と接触した。例を挙げると、フィンランドの反ロシア抵抗運動指導者、カストレーン、シリアクス、スウェーデン陸軍将校アミノフ、ポーランド国民同盟ドモフスキ、バリツキ、社会革命党、チャイコフスキー、グルジア党デカノージ、ポーランド社会党左右両派、他ロシア国内の社会主義政党指導者、民族独立運動指導者などである。 特に、当時革命運動の主導権を握っていた、コンニシリアクス率いるフィンランド革命党などを通じ、様々な抵抗運動組織と連絡を取り、資金や重火器を渡し、デモやストライキ、鉄道破壊工作などのサボタージュが展開されていった。うち、鉄道破壊工作などは失敗するものの、デモストライキは先鋭化し、ロシア軍は、その鎮圧のために、 一定の兵力を咲かねばならず、極東へ派遣しにくい状況が作られた。赤氏の工作の目的は、ロシア国内の反乱分子の救合や、革命政党 SL を率いるエブのアゼフなどへの資金援助を通じ、ロシア国内の反戦、反政府運動の日に油を注ぎ、ロシアの対日戦争継続の意図を挫折させようとしたものであり、満州軍においては、欧州の赤氏工作を、 ロシア将兵に、激文等で知らせて、戦意を喪失させようと図ったり、また、欧州情勢を受けて、ロシア軍の広報拡乱活動を盛んに行ったりした。また、明治37年5月、ポーランドの反ロシア民族主義者ドモフスキが、小玉玄太郎と会談した。満州軍設置の折、激務であった小玉がわざわざ時間を割いたのは、赤市から情報を得ており、連携が取れていたためである。 日露戦争中全般にわたり、ロシア国内の正常不安を格作して、ロシアの経済を困難にし、日本の勝利に貢献することを意図した、赤氏の活動は、後に赤氏自身が表した落下流水などを通じて、巷にも日本陸軍最大の防薬戦員と、称えられるようになった。参謀次長、長岡外氏は、赤石の活躍は、陸軍10個師団に相当すると表し、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世も、赤石元次郎和とで、満州の日本軍20万人に匹敵する戦果を、挙げている。と言って叩いたと紹介する文献もある。成果の度合いや口実するニ人との会見の有無については別にしても、これら赤石の暴力活動の意図に関しては研究者の間でも、ほぼ見解は一致している。なお、 前述した落下流水や芝良太郎が執筆した小説、坂の上の雲において以下のようなあらすじがベースになって描かれている。明治37年、赤氏はジュネーブにあったレーニン自宅で会談し、レーニンが率いる社会主義運動に日本政府が資金援助することを申し出た。レーニンは当初これは祖国を裏切る行為であると言って拒否したが、赤氏は タタール人の君がタタールを支配している、ロシア人の大主張であるロマノフを倒すのに、日本の力を借りたからといって何が裏切りなのだ、と言って解き伏せ、霊にをロシアに送り込むことに成功した。その他にも、内務大臣プレーベの暗殺、地の日曜日事件、戦艦、ポチョムキンの反乱等に関与した。これらの証の工作が、後のロシア革命の成功へと繋がっていく。 後にレーニンは次のように語っている。日本の赤子大佐には本当に感謝している。感謝状を出したいほどである。とこの件は歴史家から疑念が示されている。例えば、稲葉千春が赤子が拠点とした北欧の研究者と共同して行った赤子の工作の検証作業では、レーニンと会談した事実や、レーニンが上記のような発言を行った事実は確認されず、 現地でも日本のような説はルーフしていないことが示された上、ロシア帝国の公安警察であるオフラナが赤氏の行動確認をしており、大半の工作は失敗に終わっていたとする。一方で、稲葉は工作活動の成果については否定するものの、日露戦争における欧州での日本の情報活動が組織的になされていたことに注目し、その中で、 赤氏の収集した情報が量と質で優れていたことについて評価する。今井は、レーニンと会談したという話を、日露戦争後に陸軍で暴流扱いされた赤氏の屈折した感情から出た言葉ではないかと推定している。また、西原和解も著書において、レーニンは赤氏の申し出を断ったと記している。日本国内においては、 日露戦争での赤石の活動ばかりが注目されているが、対戦国であったロシア側の赤詩に対する反応はロシアでの啓蒙を呼び起こすことにつながっていた。ロシアの月刊誌、ロージナは2004年の日露戦争特集号で、日本の参謀本部や外務省が満州において、中国人やモンゴル人を使って強力な情報網を構築した件を引き合いにし、このことがソ連時代に 対日情報工作の強化につながったことや、日本自身の防御用体制の甘さを指摘している。日本側もフランス人記者を使ったロシアからの情報工作にさらされていたのである。日露戦争中、赤氏は一人で巨額の工作資金を消費した。それは、当時の国家予算、約2億3000万円のうち、100万円ほどであったが、参謀総長、山形有も 参謀次長、長岡外氏らの決断により、参謀本部から支給され、ロシア革命支援工作などにも利用された。この点について評論家、西部進は、日露戦争の時には、日本にも、赤石元次郎という立派なスパイがいました。彼が使った工作資金は、今の標準で言うと、数百億円ですってね。一兆円という話も聞いたことがある。それで、 第一次ロシア革命を煽り立てるわけです。これには、さすがのツアーも参ってしまった。と述べている。明治43年七林森公園にある秘籍大正3年4月、参謀次長となるが、翌10月熊本の第六師団長に転じる。問題なく、職責を全うしていたにもかかわらず、わずか1年で熊本の 第六師団長に店舗させられた背景には、陸軍内におけるスパイベッシュの風潮がある。小玉玄太郎や山形有友は、そのような風潮を深く認識していたが、同時に情報の重要性も理解していたため、赤市や福島安政などの情報畑の人材を積極的に引き立てていた。だが、以前赤市を警戒する空気は根強く、結果的に更迭された。 赤市地震単独行動が多く、派閥行動や組織内優泳にたける環境になかったことから情報証拠が出世しづらい、ひいては情報を軽視する風潮につながった可能性が指摘されている。同7年7月に第7代台,台湾総督に就任、陸軍大将に進級する。総督在任中は台湾電力を設立し水力発電事業を推進したほか、 鉄道貨物輸送の停滞を紹介するため新たに海岸線を敷設したり、日本人と台湾人が均等に教育を受けられるよう法を改正して、台湾人にも帝国大学進学への道を開いたり、今日でも台湾最大級の銀行である河南銀行を設立したりしている。また、八田与一が河南平原の干抜。 洪水対策のために計画した神南大の建設を承認し、台湾総督府の年間予算の3分の1以上にもなったその建設予算を獲得することに尽力した。大正8年8月、台湾総督府から分離して、独立の軍となった台湾軍の初代司令官を兼務する。台湾総督の次は、総理大臣にと周囲からは期待されていたようだが、 総督在に1年4ヶ月の大正8年10月、公務のため本土へ渡航する養生で病を勘定、郷里の福岡で死去した。五55歳だった。世の死体はこのまま台湾に埋葬せよ。未だ実行の方針を確立せずして、中途に倒れるは潜在の根治なり。世は死して、五国の鬼となり、大民の鎮護を足らざるべからずとの遺言によって、意外は、 福岡から台湾にわざわざ移され、台北市の三板橋墓地に埋葬された。その後、1999年に現地有志により、台北県三芝里の福音山キリスト教墓地へ改装されている。墓前にあった鳥居は林森公園の整備中228は平公園内に建てられていたが、2010年11月に再び元の地に戻された。また、 生誕地付近の勝ち立地には、威発と爪を収めた墓がある。異界勲章等外国勲章廃用委員居霊人、トロッキーを使いつたその自分のちょうどロシアの革命の時立つたものだから、僕はあの時行ったら、しきりに机の引き出しを引き出しながら、書類を散らかしてござる。何ですかと聞くと、霊人とかトロッキーとかというのは、あいつらは皆、 俺が使いつてやってたんだが妙なことになったものだと思う。そいつらが何か書いたものがいろいろあったと思って今、暇だから探していたんだと言われた。その時、どうですか、この革命は続きますかと聞いたら、いや、しばらくはいいだろうが続かんと言うてござったが、こいつは見当違いだった。通説の普及への影響を各研究者から指摘されている。 個人を軸としながら、日露戦争期を含む明治、大正期の日本の軍事情報活動を俯瞰している。赤氏も、そのコマの一つであった。伊藤博文の暗殺が、陸軍の暴略ではなかったかという歴史推理。赤氏が暗殺計画の立案者ではないかと記している。ありがとうございます。